うん、朝か。定劇生活もあと1日だな。そうだね。いやーなんか本当にさ、このゲームの没入感の凄さを感じるんだよ。画面の前に映ってんのはさ、画面の中か、映ってんのはドットの絵なんだよ。それでもやっぱりね、本当にこの宿直室をお借りして大帝国劇場で1ヶ月暮らしてきたような感じがしてくるんだよ。やっぱ音楽の力もあるしね、このゲームボーイの音で再現しているあの帝劇の雰囲気っていうのが、まあセガサターンやドリームキャストでね遊んだ時のあの感覚っていうのが刷り込みがあってこそだと思うんだけどさ。いや、あ、そうだ、今日は最終試験があるんだっけ。よし、気合を入れていくぞ。そうだね、アイリスからもらったジャンポールジュニアを携えていくんだよな。おはよう、タイガ君。今日はいよいよ最終試験だ。頑張ってくれよ。まずは各隊員との訓練の成果を見せてもらおう。まあじゃあ今回はあれだね、アイリスの、ジャンポールを飛ばすね訓練をちょっとやっていきましょうか。じゃあドキドキレッスン行きましょう。ゲーム開始。はい、じゃあ行きましょう。多分25点が目標だよね。あのこの間やった時のリアクションの感じからするとね。おお、そっちか。右上で、いや、真ん中が難しいんだよね。左上とか右上とかもうそっちまでオーバーランしちゃえばいいけど、真ん中はちょっと逆に行き過ぎちゃうと戻ってこれなくなっちゃうからね、結構そこが難しい。戻ってくる時間を使ってしまうと、わーでもなんとかいけそうだ。あと1個、あと1個、よし、あと1個、 OK、 よし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 、26点取りましたよ。いいでしょう。すっごーい、チンギちゃん、霊力の使い方すっごく上手になったね。いや、ほんと褒めてくれるな。アイリスもね、霊力を使うということがね、なかなか苦労してるなっていうのが桜対戦1で感じていたけど、だからこそその霊力を使うっていう難しさが分かっててのこういう言葉なのかなって思うね。いやー、いいねー。じゃあ次は戦闘ですね。よし、では次に模擬戦闘での最終テストを行う。で、これもじゃあアイリスの後部でいきましょう。この間実験機との戦いをした時に分かったけども、やっぱ回復のタイミングが重要ですね。まあこれも適宜カットしつつテンポよくやっていきましょうかね。やっぱ命中率が課題だな。よし、勝ちました。まあここもギリギリだけれどもなんとかいけましたね。やったな、大河君。素晴らしい戦いぶりだったぞ。で、まあこの結果が後で家に送られてくるっていうところですね。まあこれもちょっと楽しみにしましょう。最後の画面のね、結果発表も。まあこの一日はどちらかというと、もう訓練をして終わりっていう感じだな。はい、じゃあ明日、アイリスとのお別れですね。いやー、寂しいねー。まあここもね、一周目と同じだけれども、ちょっと味わってはいこうか。長いようで短かった帝国歌劇団の体験入隊ももう終わろうとしている。最後はみんな揃ってさよならパーティーを開いてくれるという。ちん兄ちゃん、みんな待ってるよ、行こう。ああ、やっぱこう迎えに来てくれるとちょっと感慨もひとしおだね。1ヶ月間よく頑張ったね、お疲れ様。君の頑張りには俺も見習うべきものがあったよ、大河君。まあこうしてね、みんながあとでまたね、1年後にかな、2年後か、もう一度タイガがね、あの戦いにサンダーボルト作戦で合流するっていうことを思い出しながらやっていけるといいよね。またここでさ、まあさくらのこの春が来るっていうキャラクターソングはさくら2の音楽だけれども、それがね、ちょうどこの雰囲気にフィットしてるよね。帝国歌劇団か、また来られるといいのにな。ちん兄ちゃん、アイリスどうしたんだい。ちん兄ちゃん、アイリスの訓練よく頑張ったね。よくできました、えらいえらい。ジャンポールも褒めてるよ。マリーも褒めてくれてるかな。マリーはアイリスの元に返してあげたのかな。マリーが時々ね、お兄ちゃんの、ちん兄ちゃんか、ちん兄ちゃんのお話をね、アイリスにしてくれたら嬉しいよね。
それじゃあまたね。そろそろ汽車が出る時間だな。よかった、間に合って。どうしてここが？お兄ちゃんが教えてくれたの。ちぎちゃんは汽車で帰るんだって。あのね、ちぎちゃんにあげたいものがあるの。あーいいね、この渡し方が良くないですか皆さん。ギュッとこうジャンポールをね、左腕で抱えながら、なんかそのさ、腕の締め付けにこのアイリスの寂しさが伝わってくるよね。ちぃ兄ちゃんとのお別れのジャンポールを抱えてる時のその腕の具合でね、喜怒哀楽が表情と同じように伝わってくるなって思うんだよ。そういう意味ではやっぱりジャンポールって表情のある存在だなって感じるんだよね。はい、これチケット、うん、今度の公演のだよ。アイリス頑張るから絶対見に来てね。ありがとう、アイリス。いやー、やね、キミちゃん。また会うんだからね。あー、いいねー。あー、もうさっきも言ったけれども、ゲームボーイの表現力でもやっぱりこう、本当に、駅でお別れをしているような、お見送りをねしてもらえてるような、感じがあるよね。やっぱりその花組の、まあ声優さんたちの表現力っていうところも、特にねこのお別れの場面に関してはボイスもあるし、浩平先生がね作ってくれた音楽の力っていうのもあるし、桜大戦のいろんなパワーっていうのを感じる作品ではあるよね。2週目もそれを感じることができました。さあ、じゃあ、まあどうしようかな。とりあえず6週はどこかのタイミングでやっていきたいと思うので、まあ3週目のプレイっていうのもね、まあ近々計画しています。ちょっと間を空けてからやるか、連続してやるかっていうのはね、まあ考え中ですが、また、別のヒロインのね、エンディングに向かっていきたいと思います。まあ、ここからはちょっとテンポが良くなったりとかしていくかなと思うので、まあ、その辺もね、あとは攻略本も一周目終わるときにもちょっと喋ったけども、一応手元に持ってはいるので、何かこぼしてるものとかがないかなっていうのも、どこかのタイミングで見ていきながら、やっていきたいと思います。さあ、注目の結果発表ですね。まあ、体力をギリギリまで使い切ったっていうところがポイントだよね。で、本当はあれだよね。アイリスの必殺技を見せてもらえる体力全回復するイベントっていうのをかなり計算したタイミングでやれば、もっとね、トレーニングに打ち込める日数が増えたりしたんだよね。さあ、どうなるでしょう。ああ、やっぱそうだね。霊能部隊夢組隊員ですよ。これでね、あの活動写真の時に活躍できるかもしれませんね。夢組の力を総結集する場面でね、おめでとう、あなたの素晴らしい霊力はまさに夢組にうってつけ、一流の霊能力者として言えませんでしたね、もう一回言いますね。一流の霊力者として花組をサポートする日が来るかも。なるほどね。三越場祭りさんとかと一緒にねやるかもしれませんね。はい、じゃあちょっとおまけやっていきましょう。ボイス、まあカンナのエンディングの時はカンナのね田中真由美さんのボイスを聞いたからね、まあずっと言ってんだけど、私このテレビの画面からね音量めちゃめちゃでかくしないと聞こえないんですよ、ボイスが。だからちょっとね今音量めっちゃ大きくして、テレビの音量50にしておきますね。これでじゃあ西原さんのボイス、おー、うるせえうるせえうるせえ、あーうるせえ。11番から0番ってことは12個あんだな。じゃあ聞いてみようか。お友達になってね。はー、こんなボイスあったんだ。へー、どこでだろう、お友達になってね。最初の方とかかな、なんかあれかな、ゲームを再開するときとかなのかな。
花組って面白いでしょ。多分そうだね。この辺はセーブデータを再開してのボイスとかなんだろうな、きっと。はあ、これなんだろうな、ミニゲームとかの時かな。ちにちゃん、もっと遊ぼうよ。ああ、これもなんだろう、これもあれかな、セーブ分けとかかな。いつ流れてんだろうってのは結構多いな。あとちょっとでお別れなの。あ、これ間違いないね。多分だから終盤の時にゲーム再開するとこれが流れてくんだろうな。へえ。アイリスのドキドキレッスンだよ。ミニゲームちゃんとタイトルコールあったんだ。これは気づかなかったな。もう一回聞こう。ええー、いや、こんなんあったんだ。へえ、面白。じゃあちょっと6番聞きましょうか。じゃあ、いくよ。うん、これはミニゲーム始めるよって時に聞こえるやつですね。実況の中でも流したと思います。あ、これは結果だね。ミニゲームの結果が良かった時のボイスだな。なんつった？通信に成功したよか。はあ、なるほどな。この辺はもうこのボイスモードがないと聞けないね。通信するっていう環境がないからな。いや、でもいいね。ちゃんと一個一個用意してんだろうな。ちにちゃん、お疲れ様。あー、これはゲーム終わった時だね。ちにちゃん。え？じゃあこれお見送りの時もきっとボイスがあったんだな。うわー、気づかん。まあこのボイスを最後に聞いてスタッフロールに入っていくっていう、いいね。これでまあ一通りね、アイリスとの30日間が終わったっていうことを感じながら結ぶことになるんだよな。いやー、よかったね。よし、じゃあ最後はアイリスのブロマイドをちょっと見ておきましょうかね。いやー、これもね、ほんとよくできてるからね。衣装、この夏服も見られたら本当は一番いいけどね。でもあの、お出かけの服があったりとかで、アイリスの様子、いろんなね、姿で見ることができたのがすごく良かったですね。はい、じゃあ、以上で桜大戦 GB 劇花組入隊集会2個目の、実況終わりたいと思います。まだまだやっていきたいと思いますので、ぜひ次回の集会もね、お付き合いください。では、ご視聴ありがとうございました。見てくれた全国の隊長日経で。